笛が吹かれてスタートです。さて北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？アリソンですね。シュートストップが堅実で高い技術を持ってますけども、それ以上に正確なフィードに注目したいですよね。両サイドに蹴り分けるキックはカウンターの起点になりますし、攻撃でも非常に貢献できますよね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。シャビアロンソ、ロベルト・カルロス、打った、触る、素晴らしい反応でした。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね、これは。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。これはクリア。これはスローインとなります。ハンガリーはここは大きくクリア。危ないシーンでした。富安、組み立て直します。シャビアロンソ、前半ここまで両チームともまだスコアレスの展開が続いています。シャビアロンソ、ビダル、ロドリゴ・ベンタンクル、シャビアロンソ、ベンタンクルからこのフィードパス、このクリアボール拾いたい。裏へ出るか。ハンガリーはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。フリーキックのチャンスです。直接か、素晴らしいゴールでしたね。ゴールに吸い込まれていきます。いや、入っちゃいましたね。正確なキックを持ってますよね。先制ゴールが決まりました。1対0。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。そうですね。大きく縦へ富安、アダムナギ、縦へのボール、ここ拾って次につなげたい。フリーで受けるシュート、これはわずかに右でした。ハンガリーが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。シャビアロンソ、ホーム側としてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。これは合いません。ロベルト・カルロス、もう一つ前に行きたい、切り込んでいく、決まった、決めた、連続ゴール。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか？いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュ。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。いや、この2点目はね、この終わるんじゃないかなっていうところでもね、追加点でしたからね。そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが前半終わったところですしね、まだまだ乗ってくるでしょうから、わからないでしょう。前半終わって2対0、2点リードのまま折り返します。
後半スタート。チクウエゼ右サイドを上がっていきます。ロベルト・カルロス、チクウエゼ、カーテに送ります。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。シャビアロンソ、まあクリアが精一杯ですよね。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。ホーム側としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。ロベルト・カルロス、一旦前を取る、残る一つの交代、打っていった、ここは打っていきましたね、シャビアロンソ。この距離からも狙っていく姿勢が素晴らしいですよね。いや、いいシュートですよね。さあ右サイドから上がっていく、チクウエゼ、ボールを下げてリズムを作るか、長いボール縦へ、チクウエゼ、さあカズとボールは、アダムナギ、カーテにボールを入れます。裏へのスルーパス、ここで前を向けるか、フリーだ、ここで丁寧にボールを扱う、アダムナギ、これはなかなかこじ開けられない、ここで笛です、2対0。